クルナリアーダ・リブラガートは、スペイン・カタルーニャ州バルセロナ県、バッチ・リブラガートにあるムニシピ、バルセロナ都市圏に含まれる。スペイン語表記は、コーネやデルブラコット。カタルーニャ5名が公式名。クルナリアーは、バルセロナ中心部から見て南西に位置し、バルセロナとコナベーションを形成している。クルナリアーは、リブラガート側の大きな湾曲部の北東にあたる。 典型的な地中海性気候で、冬の平均気温は摂氏7度から摂氏9度、夏の平均気温は摂氏28度から摂氏30度である。降雨量は総じて秋に多い。クルナリアー上最初に、クルナリアーについて、名が記されたのは980年である。当時、境界とサラセン人の攻撃を監視する監視塔があった。監視塔の場所には13世紀に、 クルナリア城が建てられた。リュブラガート川を見下ろす丘の上であったからである。13世紀には、クルナリアはバルセロナに併合された。スペイン継承戦争後の1716年に、新国家基本法が交付されると、クルナリアはバルセロナから分離し、バッジリブラガートに属する独立したムニシピオとなった。1819年に、インハンタス運河が開通すると、 土地の考えが進み、産業が導入された。1854年には鉄道が到達した。ほぼ100年間、クルナリアーは織物業を中心とした経済で繁栄し、それまでの市中心部から離れた郊外に人口が移った。1950年代以降の新たな人口増加で産業化と都市化がさらに進んだ。フランコ独裁時代、クルナリアーでは労働階級と 社会民主主義に関連した闘争が行われた。サッカークラブの RCD エスパニョールのホームスタジアムであるエスタディコルネラエルプラットがある。ありがとうございます。